注目の準決勝第3試合。第5フレームは全員がスペアとし、ターキースタートを決めた山田が依然トップ。それをおよそ10ピン差で川崎、さらに小林が追う展開で、ゲームは第6フレーム。川崎、おー、熱い熱い、危ない、危ない危ない、7万ピンが残るかと思いました、はい、今食われちゃうって言ってましたけれども、手前でボールがレーンをキャッチしてしまう、手前ですね、滑らせたいところがね、ボールがこう噛んでしまう、食われちゃうっていう言い方をしてましたね。1回戦で投げた時に比べると、はい、オイル目が薄くなってきているということですね。手前のオイルがなくなってきているということです、はい、小林歩美は第6フレーム1投目ストライク。川崎優衣は1フレ2フレストライクなんですが、それ以降はちょっとボールが落下地点で噛んでしまう、落ちた段階でボールがレーンをキャッチしてしまうという、そうですね、そこからすでにもうローリングが始まってしまいます。そうです、そうすると必要以上に厚めに入ってきてしまうということですね、はい、まあ、それを考えるとどうでしょう、山田も前半のターキーの時に比べると少し霧が、あ、ちょっとこれは裏だ、危ない、うわー、ボールが出ていかなかったですね、左側への失投です。ちょっと嫌な残りピンですよね。基本的には3番ピンの右側にボールを当てて、ボールで10番ピンを倒すのがセオリーです、うん、これは違うぞ、テイクワンだ。これで川崎との差が1ピン差、小林との差も7ピン差ということで、ピン差でね争う形になります。これはどうだ、どうだ、落としどころは良かったようですが、はい、今度は少し薄かったですね、感じが、はい、甘かったですね。ここで小林ストライクを重ねるとピン差的に逆転できます。どうだ、飛ばない、飛ばない、ここで飛んでいれば、そうですね、いやこれは準決勝のね、第1試合第2試合が比較的点差がね、後半ついての戦いだったんですけど、第3試合は最後の最後までわからない接戦になるかもしれないですね。ですね。川崎10番ピンをマークしました。まあ誰が決勝に進むか、この段階ではもう全くわかりません。ここはきちんと10番ピンをマークします。山田由紀持ってこれるか、ストライク。この後激動のクライマックス。